行くで。余計なおしゃべりはええ、真面目にやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ、不思議な話もあったもんやな。時代を動かすはずの男が時代遅れの男に切られ死ぬ。しかもこの世に存在しないはずのもう一人の自分に切られることになるんやからな。なあ、坂本龍馬さんよ。維新の英雄坂本龍馬の暗殺よりわずか数年前、この国は徳川幕府による絶対的な支配が300年にわたって続いていた。だが静寂は突如現れた異国の黒船によって打ち破られる。強大な文明力を持った異国に対し幕府は抗う術を持たなかったのである。その支配者の衰えを時の侍たちが黙って見逃すはずがなかった。無力な支配者に従う理由はない。日本は再び群雄割拠の乱世に飲み込まれようとしていた。
今日も穏やかやね、鏡川。坂本さん、こんにちは。医者じゃ、見してみ。こりゃいかん。盲腸？腹の腑が炎症を起こす病気じゃ。乱歩医師か治せんしのものじゃ。そんな。とにかく急いで。おい、誰か。時に何ちゅうことぜよ。おつ、大丈夫かい？おつ。長万、何をする気ぜよ。待て。女、どこへ行く気ぜよ。この子が腹の腑の病気に。おお、それで今すぐ乱歩医のところへ行かないと手遅れに。ですからここをお通しくださいませ。そら大変な話ぜよなあ。おお、大変じゃ。アラノフの病気か何か知らんが、手遅れになったらなったで、それがその子供の寿命っちゅうことぜ。腹痛程度でずうずうしい女子じゃ。わしら上司の横を素通りできると思ったかか。そんなに上司様は偉いのですか。何？私は大津藩の出です。4年前この土佐藩の豪氏のところに嫁ぎました。でも土佐はおかしい。大津なら武士は人を助け、こういう時には誰よりも親切にしてくれたというのに、同じ人間なのにどうして。女子様のお通りはこの子の命より重いんですか。豪氏の嫁風情が何を抜かす。そうじゃ、土佐では上司が絶対。わしらに逆らうことなど許されんのじゃ。いちいち俺を苛立たせる。何もんぜよ恩師。
土佐藩合祀坂本龍馬。合祀じゃと？合祀の分際で恩赦。早く行け。しかし俺は根っからの土佐人だ。上司連中の性根は知り尽くしている。こいつらにはいくら道理を説いても通用しない。恩赦。こうするしかねえんだよ。その子の命を助けたいのならな。ありがとうございます。合祀ごときがどうなるか分かっちゅうか。ああ。上司様に刃を向けたりはしねえ。間違って殺しでもしたら仕返しにこの町ごと焼き払われかねないからな。なんじゃと。後で報いは受けてやる。だがお前らにも女を殴った報いを受けさせてやる。この命知らずが。かかってこい。ぬるま湯育ちのお前らに痛みってもんを教えてやる。しもうたちや、あの兄ちゃん。答えな。俺だって分かってるさ。この土佐で上司に逆らったらどうなるかなんてことはここにいる誰よりずっとな。何事だ。江戸から土佐に戻って早々、なんであんな真似をした？ん？どうして下級武士の分際で上司に立てつくような真似をしたのかって聞いてんだ。ん？いいか、江戸帰りで忘れちまってるなら思い出せ。ここ土佐で身分は命より重い。理由が何であろうが、相手が女子供だろうが、上司に逆らえば罪になる。江戸じゃ剣を修行したそうだが、それも水の泡だ。上司に手を挙げれば全て終わり。お前に待っているのは死罪だ。恨むなら土佐を恨むんだな。あんたは悔しくないのか。何と言った？あんたも俺と同じ合祀だろ。合祀ってだけでバカな上司にも頭下げなきゃならない。あんたは悔しいと思わないのか。一緒にするな。俺は白札合祀だ。合祀ごときと同列に語るんじゃない。お前ら合祀は道端の石と同じだ。
蹴られても捨てられても文句は言えない。そこまでだ。誰だ？お前が言うところの石を蹴れる側の人間だ。何？まさか。江戸に負わす大殿、山内陽道の懐刀とでも言えばわかるか。三世吉田東洋様。悪いが、この石ころわしの方で引き取らせてもらう。ですが、しかし。わしがこの土佐で最も規律に厳しい男だということを知らぬわけではあるまいな。それはもちろん。裁きとなる前にこの手で殺したいのじゃ。この無礼な石ころをな。承知つかまつりました。ということだ。覚悟せい、坂本龍馬。いや、我が息子よ。それにしても随分丹念。おやさん、ほら。何も言うな。今他の老番に見つかったらことが大。でもどうやって。心配ない。出口まで人払いしてやる。だが、詳しい話は後だ。お前はここを出たら町で腹ごし。隠れか。うん。場所は町のやつにでも聞け。剣護士塾と聞けば。わかった。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
寄ってって。お兄さん、調子どうじゃね。また今度。安いね、安いね。お前に失調か。
また今度ね。ありがとうございました。大量やったよ。いらっしゃいませ。また今度。いいもの取り揃いちょるで。さあどうやろ。身長は長くて。あら、また今度ね。ほら見ていかんかい。高知城で格式ばった連中と飲む酒はまずくてな。酒はここで飲むに限る。おやっさん、どうだ龍馬、傷にしみるかもしれんが数年ぶりに飲まないか。しかしせっかく江戸にまで出してやったのにな。剣の土佐に帰るなり上司と喧嘩とは。まったく相変わらずだ。相変わらずなのは土佐の上司たちの方さ。江戸行って分かったが、土佐の階級しかしあんなことをしてった。お前を逃がしたことか。おやさんは土佐の賛成なんだろう。それが勝手に罪人を逃したと知れりゃ。土佐のお偉い老人たちのことか。だが問題ない。さっきの老番は白札合子だ。面倒を起こし。どういうことだ。白札は合子と上司の中間、つまり何かあればすぐ合子に格を落とされる。それがあのロ、そうやって権力にこびるようなやつは、そういうもんか。ああ、お前みたいに後先考えねえで、上司に対しても国を預かる賛成。しかしこの場所も古くなっちまったな。ああ、だが、俺にとっては、思い出すな。ああ。上司に身内を殺され行く当てを失った子供たち。わしはそんな子供たちをほんの少しでも引き取ろうと塾を作った。俺は今でも不思議に思う。どうしておやっさんは。さあどうしてだろうな。だが一つ言えるのは嫌い。ああ土佐は階級が絶対的な国。武士だけでも上司、白札合子、そして土佐藩は同じ武士であるはずの人間にそういった階級を。だが本来
武士も農民も商人も女も子供も。ああ。だからわしはそんな土佐に恨みを持土佐を変えられる人間を育てるためにな。土佐を変えられる人間。そうだ。階級という制度に飼いならされた。わしはな、龍馬。土佐を変えられる人間ってな、土佐。お前は15年前、上司に家を焼かれ、実の親兄弟を失う。おやさ。ん？じゃあどうしておやさんは、藩の仕事をしているんだ？藩の賛成ってのは、土佐のか。そうだ。わしは土佐で最も身分や階級といった。龍馬、竹地にはもう会ったか？兄弟に。お前が留守にしている間、あいつには仕事？ああ、土佐勤王党という組織を作らせた。土佐勤王党？今の土佐藩の体制に不満を持った豪士を中心に、名目上勤王とは謳っているが、その思いは一つ、土佐の身分制。それじゃ勤王党の敵は土佐藩。わしはな、龍馬、その勤王党の力で壊す。そうだ。わしがこの塾で息子同然に育て、竹地藩兵だ、坂本龍馬の手。龍馬、竹地に会いに行け。そして土佐勤。とにかく詳しい話は竹地にあった。今今日町で土佐勤王党の竹地といえば知らない。おんしろ。
ゃあまたの。
構え。てえ。ん？やっと戻ってきやがった。龍馬。あの、武市先生、もしかしてこん人が。ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。うん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。うん、みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ。ヒット吐いたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。古参の連中からはあまりよく思わ。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。土佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。うん、おお、これか。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだ。あの時兄弟が助けてくれなかった。だが俺を助けたせいで兄弟は。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃ。あの日お前の家と。ああ、龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。あらかたの話は聞いてる。土佐藩の天守高知城を襲撃する。襲撃だと。襲撃っつっても実際にはって城を包囲して勤王党の覚悟が藩の上層部に。その上でおやっさんが城を牛耳る老。万が一老人たちがそれを拒む。そうやって空いた席に勤王党が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機。犬ガチガチに固まっちまった土佐藩の身。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ。今日変わらなければならないと考えるようになる。豊のおやつさんは多分な。あの人はお前には。それも全てを。そうだったのか。ん？きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。いや、それは
金の音の連中には剣の才がないからだ。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。平等な武器か龍馬。俺らは身分という壁を壊そうと。だがたとえそれが実現したとしても、人間は決して才能があるものとないもの。身分という壁がなくなっても、だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間、せめて楽しく生きられる世の中を作り。兄弟、お前も持っといてくれ。金の音に。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、それまで土佐勤王と俺と一緒にさせる。ああ、分かった。そうか。よし。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあった。なあに、工場まで行けばおやっさんの禁止が招き。そうか。それじゃあお前は表で少し時間。
おいしいもん用意する気、ごめんなさい、寄っていきや。おお、若葉さん、なんじゃ。俺に何か用か。坂本龍馬っちゅうがはおまんか。お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武市先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席おいたらいいぞ。おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか。誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったれ伊蔵、江戸帰りがなんぼなもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。像とか言った。お前は確かに強い。だが今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った勤王党は、そ党内の仲間にもきちんとお前の口から伝え。世話かけたな。見てたのか。
ああ、1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだ、あの連中は。金の塔の…あれが土佐合祀の現実なんだよ。現実…合祀、そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり。だからいきなり筆頭になった俺を嫌…許してやってくれ。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊してなあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが、なんだ。土佐も金の塔も、そして俺も、よし、それじゃあおやすさんのところに行こう。お前の準備…いや、待って…それじゃました。味も最高。許せませんまた今度、これからどっか行くがかい。はい、いらっしゃい。ほら、無理やり誘われたと思ったわ。東洋のおやすさんのところに行く準備はできたか。ああ、しろよ、俺が。ちょっと待て。ちゃんとついてこいよ。江戸での修行はどうだった？ここと違って強い奴がゴロゴロいるんだよな。それにしてもお前さらに強くなったんじゃねえか。その腕、当てにしてるぜ。なあ、子供の頃、そういや、お前とこうして歩くのも久々だな。昔はよくこの辺りを走り回ってたもんな。高知城は、アンペーター、どうした、リョーマ。城に登るのは生まれて初めてだ。見上げりゃいつでも。ああ、ゴーシュはみんなそうだ。
これで役者が揃った。ええ、話は聞いただろうな、リオマ。わしたちはこれから土佐藩の老人たちに引導を渡し、土佐藩を改革する。上司に白札合子に合子、そういった無意味な階級のない土佐藩へと変えるために。ああ、おじさん、金の像はもう高知城包囲の準備はできています。いつ結婚しますか？わしは気が短いんでな。明日だ。そこで全て型をつける。随分急だな。急だと？バカを言うな。わしたちはお前が江戸から戻ってくるのを待っていたんだよ。そういうことだ。明朝、勤皇党は500人全員を武装させて城を囲め。上司が何を言おうが決して動かず、老人たちの目にその姿を焼き付けろ。その後、城の中のことはこのわしに任せてくれ。そんなに簡単に行くものなのか？言ってくれるな。ここまで来るのに俺とおやすさんがどれだけ根回ししてきたと思ってるんだ。ただし、その前に一つだけ気がかりなことがある。なんだ？龍馬、お前土佐勤皇党の筆頭になったそうだな。ああ、そうだが。アンペータ、筆頭に任命したのはお前か？そうです。何か問題でも？この計画が成功し、老人たちが消えた後、勤皇党は土佐で大きな力を持つことになるだろう。だがわしは、坂本龍馬という人間は勤皇党の筆頭にふさわしい男だとは思ってない。なあ、何を言い出す気ですか、おやすさん。前から俺と龍馬とおやすさん、その三人で土佐を変えるって言ってたじゃないですか。確かに言った。その思いは今も変わらん。だったら待ってくれ。俺は肩書きに執着はねえ。筆頭にふさわしくねえってんなら、いつだって降りるだけだ。そういう問題じゃねえだろ、龍馬。おさん、どういうつもりなんですか？二人とも勘違いしているようなので言っておく。わしの真の考えは。誰だ？おやすさん！おやさん、バカな。くそ、龍馬、お前、おやさん頼む。誰がこんな真似を。おやさん、吉田様、何事でございます？こっちだよ。いいか、龍馬、逃げろ。このままだとお前がわしを殺した犯人だと思われちまう。でも父さんは、未来はお前に託した。おやすさん、おやすさん。よ、吉田様。おまんは、おまんが吉田様を。切れ、この者を切り捨て。出ました。 Yeah!
Shoot!
なんだこれは。兄弟、何があった。あいつがここにいる連中を皆殺しに。貴様、気をつけろよ。まあそいつは土佐の人間じゃねえ。見たこともねえけど。だな。
したことだ。そんなことより怪我は骨それよりいや兄弟一体何が起こったんだあの服わからねえなんで俺らの計画がバレていたってことかその可能性は高いあのしかだがおやっさんが殺されたあの覆面の男を捕らえればわかるか多分な兄弟何言ってるんだおそらくあの男はすぐに逃走それを追いかけてお前が班を抜けたりしたらお前が盗用どちらにしてもこのままだと俺は犯人にされるどの道を追われる身だってこと龍馬龍馬とにかく知る兄弟龍馬悪いが俺はここまでみたいだあと少し山を下ればあわだ追っても藩の外までは追ってこないお前一人で行け俺はここに残って役人に事情を説明するおやっさんを殺したのは俺たちじゃないだな無駄だそんな話が通用する相手じゃねえだろそうだろうなだが俺はお前が生き残れるならそれでいい兄弟東洋のおやっさんは死んだが金の音は死んじゃいねえ土佐を変えられるには俺かお前どちらかが生き残って金の音を率いていくしかねえんだだから龍馬お前は逃げ延びて金の音を龍馬そういうことなら答えは一つだ
あんたは土佐に必要だ。こんなところで死んじゃならねえ。龍馬、お前。藩の連中は俺一人を追ってる。あんたがあの場にいたことは誰にも知られていない。兄弟も勤皇党もおやっさんの死とは無関係ってことだ。何言ってるんだ父さん。おやっさんの意思をあんたに託した。追っ手が来たようだな。龍馬、おい龍馬、お前どうする気だ。おい、龍馬。我が三世吉田東洋様を殺した男やな。死に許せ。世の人は我を何とも言わば言え。我がなすことは我のみぞ知る。うん、天地神明に誓って言う。俺は吉田東洋を殺していない。この後には呼んで貴様。だがあんたらにそれを信じてもらおうとも思わない。だから、うん、だから俺は土佐を抜ける。どんな汚名を着ようと生きて絶対に犯人を突き止める。何よ。父さん兄弟たちよ、また会いたじゃ。うわ。